聞く海カメルマガ2019年10月24日お楽しみ様です。一般社団法人海カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう海カより応援しています。本日の海カメッセージ、即位の礼に思うこと。10月22日は世界中が注目する令和の天皇陛下が内外ともに即位を宣明されたとても大切な日でした。ニュースなどでもお言葉を聞かれた方も多かったことと思います。私は別件で都内の皇居周辺におりましたが、お天気雨で虹が出てるんじゃないという天気、実際に低い位置で虹が全体を守る形で天からの素晴らしい祝福になっていました。皇室の方々はそれぞれに研究分野を持っていらっしゃいます。今の上皇様はハゼの研究をされていらっしゃり、令和の陛下は水の研究をされています。霧状の水に太陽光が当たりできる虹の祝福、本当に素晴らしいものですね。天皇家はご存知の方も多いですが、世界の平和を日々日々祈られていらっしゃいます。以前平成天皇の時代に妻たちと皇居の勤労奉仕に伺わせていただきました。その時に護衛爵といって、私たちお掃除をさせていただく奉仕団に対して、赤坂御所では当時の皇太子様が、皇居では天皇皇后両陛下がご挨拶をくださいました。その時に感じられたこと、奉仕団が200名近く待っている部屋へ当時の両陛下がお二人でお部屋に入ってきた瞬間、空気が本当に愛に変わったんですね。それだけで奉仕団の半分くらいの人はすすり泣き、そして両陛下の存在がお二人ではなく空気とともに溶けている大きな一つのエネルギー、そこにお二人が存在しているというものでした。奉仕団の団長とのやりとりで美智子妃殿下がありがとうとお伝えくださるんですが、そのありがとうの振動数の高さ、空間のエネルギーを全部集めて全体を揺らしてのお言葉、おそらく会場の全員が涙したのではないかというほどのすすり泣き、今思い出しても涙が出そうです。その時私が感じたのは、人間ここまでなれるんだということでした。それを妻と共に感じられたことがとてもいい未来ビジョンでした。近くにいた他の仲間は、私今までありがとうという言葉を軽く言い過ぎたわ、あそこまで本当のありがとうってあるんだとお話ししていました。これも両陛下そして令和の陛下が日々日々世界の平和、国民の安寧を祈ってくださっている、その結果の振動数なんですね。そこがまさにゼロポイントフィールド側の深い愛だなと感じました。天皇家にまつわるものは本当に感動的なお話が多いです。アマテラス様がお孫さんであるニニギの御事に、日本に行って治めてくださいねというときに知らしむと伝えています。これは徳をもって神の声を国民に伝え、国民の声を神に伝えて祭りごとをしてくださいねという意味なんですね。支配しなさいよという治め方ではないんです。実際に仁徳天皇は夕方村のかまどから
煙が上がって夕食を作る時間に、村から煙が上がっていないのを見て侍従に確認したところ、今年は不足で実らず、年貢を納めたら食べ物がない状態になっていますという報告を受け、仁徳天皇は蔵のものを全部村へ出しなさいと言って、お米が配られ、村から料理をする煙が上がったのを見て、仁徳天皇自身が食べるものがないのに幸せだとおっしゃられたようです。これが利他の心であり、愛でありゼロポイントフィールド側の心なんですね。昭和20年終戦の時も有名なお話で、戦争が終わり GHQ が入り、日本がアメリカの管轄になった時、マッカーサーのところへ昭和天皇が訪れるということを聞き、マッカーサーは先の敗戦国の例もあり、国王的な人が来るということは、財産何でも渡すからうちの王家だけは助けてくれと懇願に来ることだろうと足を投げ出して待っていたそうです。そして9月27日昭和天皇が訪れ、その神々しさにマッカーサーは背筋を起こしました。そして昭和天皇は、戦争は私の名において始まったものである、国民は何も悪いところはない、私はどんな刑にも服するから、どうか日本国民が生活に困らぬよう連合国の援助をお願いしたいというお願いをしました。そのお姿と決死の覚悟に、マッカーサーはすぐ前にいる天皇が一人の人間としても日本で最高の紳士であると思ったとおっしゃっています。これが天皇家に流れている血なんですね。これから私たちはこの地球上において大きな岐路に向かっています。地球環境のことを調べれば相当大変な状況を知ることができます。そして地球も私たちもすべて素粒子でできていて、周波数によるエネルギーがあって、それがゼロポイントフィールドにぶつかることで物質化現象を起こしています。私たちが自分自身を生かす行動をとること、私たちが自分の心の内から湧く愛に満ちた喜びに生きること、他者を祈ること、仲間の安寧を祈ること、地球上の調和平和の周波数帯によりたくさんのフォトンを増やしていくこと、これはきれいごとの平和活動ではありません。実際日常生活で、ママいつもありがとね、パパすごいじゃん、お前よくやったな、素晴らしい、愛してるよ、大丈夫だからという言葉がけをすること、そのことが地球上を平和にしていく周波数帯にたくさんのフォトンを入れている行為になります。そのような人たちだらけになれば、地球平和はとても簡単に引き起こります。絵空ごとではなく、家庭の中、職場、通勤途中のあり方です。それが自分を一番幸せな状態にする秘訣であり、リアルに地球を平和にしていく秘訣です。令和という言葉には、世界が調和され平和が永遠に達成されるという意味を持っています。あなた自身が幸せな環境を作っていくこと、日々の在り方を整えていくこと、一緒にやっていきましょう。今年の残り2ヶ月は、穏やかフィールドを毎日広げよう、ありがたフィールドを毎日広げようと意識づけてみてくださいね。習慣化したとき、2020年は
とても素晴らしい時代になっていますから。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。